こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、鎌倉殿の13人深掘り企画、源実朝と3人の仏教人。さて大GM、はい、源実朝は鎌倉殿ですが、はい、まあ今までの頼朝頼家とは経路が違いますよね。はい、おとなしくて、うん、まあ鎌倉殿の13人でも女性を好きじゃないから男性が好きとか、うん、まあ独特の感性を持ち、うん、和歌も鋭く、うん、ね、まあ和歌の話もやりましたけど、はい、いろんな意味で特色のある方ですよね。はい、まあロマンチストだったりもするでしょうし、うん、まあ和歌だけじゃなくて文化人としていろんなような面や活動があるので、うん、今回は実朝にゆかりの仏教人、特に鎌倉時代っていうのは簡単に言うとまたいつかやるかもしれませんが、はい、身分制が全国にはっきり浸透した時期なんですよ。そうすると出世するときになかなか難しいんで、うん、お坊さんになると結構出世悩みちゃったんです。へー、だから優秀な人がどんどんお坊さんになるとも言えますよね。まあそんな中新しい仏教出てきますよね。はい、そんな人たちも入っています。まあそんなこんなでまずは実朝との関わりということでお聞きいただければと思います。はい、お人方目永才さん、はい、で知ってるかもしれませんが臨済宗の日本の開祖です。まあ、臨済宗っていうのは中国の要するに仏教一派ですよね。うん、これを日本に持ち込んで最初にやった人です。はい、まあ、これも禅系ですね。うんうん、禅系っていうとこなんですね。禅をする法案とか入れて、うん、はい、そういう宗派ですね。はい、でこの人は実は2回も宋に行ってます、中国の。うん、で京都の布教に限界を感じました。おだから結構役職ももらいたかった朝廷に。うん、だけどこの人は記録では偉くなりたかったっていうより、はい、2回も中国行って知識満載なのにみんなが聞いてくれなくなったらムカつきません？ムカつくっすね。なんだよっていうんで、確かに立場があると人の話を聞いてくれることが分かって、うん、立場を望んだという非常に計算的な人だったとも言われています。うん、まあ、とはいえ永才さんはそれなんで鎌倉を頼ります。はい、で1200年頼朝の一周忌で同志を務めて、うん、その際に頼家や政子から信頼を得てですね、うん、庇護のもと結構京都でそのうまく活動したり、はい、朝廷もね、幕府もみんな私のことを言ってますったら自分の教え聞いてもらえますよね。うん、しかも結構最先端のこと言ってるから、うん、まあ多分聞いてくれない一般よりもお坊さん仲間だと思いますけどね。まあそんなこんなでやってたんですが、この人有名なのは喫茶養生記というものを、はい、まあ正確にはだんだんできてるんですが1211年と言われてるんですが作りました。はい、喫茶って何ですか？喫茶店の喫茶。そう、今でも使えますよね。はい、で当然中国からお茶を飲みましょうとかいろんなことがあったり、うん、薬代わりにやるなんていうのは、うん、もっと前からあるんですが、うん、結構遣唐使やめてから鎖国的じゃないですか。ですね。だから文化的に廃れてたとも言われてます。そんな中お茶と桑、太古の桑ですね、うん、桑の紅葉をまとめたんですよ。へー、つまり当時の仏教の偉いお坊さんっていうのは、うん、薬に詳しかったり、うん、いろんな天文に詳しかったり暦に詳しかったりいろんな知識人としても一流なわけですから、で永才さんはその喫茶のお茶と桑の紅葉っていうものをプッシュしたんですね。うんうん、でそういう中で廃れていたものを勃興させると同時に1214年実朝に茶徳を褒るところの書と称したものを献上したと記録に残ってるんです。うん、でそればかりではなくてこの人が実朝にこの若い頃ですけども中国ロマンをかきたてた一番大きい人だったと言われています。うん、中国ロマン、中国はいいですよ。こんなこともあります。あんなところもすごいんですよ。実はこんな話もありましたよ昔とか、うん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 、いう話をじゃんじゃんした人だと言われています。うん、ですから実朝には非常に大きなロマンチストで、うん、和歌が上手くて、うん、いう人に影響を与えたと言われています。うん、続いて陳和慶さん、はい、これちょっと別の動画でも話しましたがこの人はお坊さんではなくて工人、工人、つまりでっかい仏像とか、うん、大仏とかを作る人ですね。うんうん、でこの人は鎌倉殿の13人にももうすでに出ています。うん、でなぜかというと1195年に
東大寺の再建をしなきゃってことになります。奈良のね、はい、でこれをやるときに仏像がでっかいのがあるんで、うん、そういうのをやるために中国から来た人なんです、うん、技術者、うんうん、ただ仏教に詳しくなくて技術者できないから、うん、仏教的にも明るかったとされているんですね、はい、でこの人がですね再建するときにちょうど頼朝が朝廷工作に燃えてる時期だったんです。で鎌倉殿の13人でも頼朝はたくさん人を殺したら会いたくないっつって避けられちゃうんですよね、はい、はあはあ、で頼朝は記録ではたくさんの褒美をめっちゃめちゃ逆手に取って陳和家に送るんです、うん、嫌われたのはしょうがないにしても、はい、で懐の深いところを見せたわけですよね、うん、ところがそれが造営の部材にできるような鎧とかそういう兜とか、うん、そういうの以外、ね、お金から金銀から馬からあったのに、はい、全部返却、ね、いや俺だって器でかいよってとこ見せたわけですつまり頼朝とは反りが合わなかった、うん、ところが1216年しばらく経ってから、はい、鎌倉に来まして、うん、今回の鎌倉殿はすごいと、うん、ぜひ会わせてくれと。で実朝さんは実は中国宋の鷹山というところの長老の最短生まれ変わりですよと、うん、でいきなりぶち上げ出したと、はい、で自分は実はその時の実朝さんの門弟の生まれ変わりですっていうそういう体だったわけですよ、はい、だけど普通の人に聞いたら何言ってんだお前何とでも言えんだろう、はい、みたいな話だったんですが、はい、なんと永才さんからいろいろ話を聞いていたから陳和慶さんの話が腑に落ちて、しかも夢でそれに近いことを実朝見てたのに、うん、誰にも言ってなかったんだって言ったって記録が残ってるんですよ。へえ、なんでわかんの陳和慶みたいな、へえ、それだよその通りみたいな気が合っちゃってビシビシで、いやいやいやってじゃあ中国に行きましょうと、うんうんうん、で実は実朝って京都にも一回も行ってないんですよ。へ、憧れてるのに、はい、みんなの反対で、あ、余分なことすんなとか、いらねえことすんなとか、うん、いうのもあってですね、中国に渡るんだっつって、はい、周りのある程度反対を押し切って大きな船を作るんですが、由比ガ浜に浮かべた途端ちゃんと浮かばずにその船が壊れておしまいという大失敗。これが陳和慶さんとのお付き合いです、うん、次道元さん、はい、この人も有名な曹洞宗の祖ですね。そうですね。ところがこの人1200年生まれで、うん、実朝は1219年に亡くなってますから、うん、基本的には普通接点ないですよね。そうですね。ですから直接の接点はないんですが、うん、日本曹洞宗こちらも禅の宗派ですよね、はい、これは止観打坐ってひたすら座禅を組む、うん、そういう宗派ですが、まあこの道元さんが直接はないんですが、なんとですね、はい、実朝を公暁が暗殺した後首が見つからなかったっていう有名な話があるんです、うん、で胴体だけ正長寿院に葬って塾寺ってとこに今墓があるんですが、はい、それ胴体だけなんです、うん、じゃあ首はどうなったの、はい、見つからないよねと、うん、いうことなんですが、一部記録では、はい、吉村の家臣の竹春常という人が、うん、結局秦野市の金剛寺というところに持ち込んだという記録があるんです。で詳しいことは分かんないんですが、そこを仕切っていた御家人が秦野忠綱という人だったと、はい、で秦野さんのところはなんと家柄が京都で佐伯氏とか藤原氏とか、うん、結構いい筋なんですね。いいとこで結局いろいろ三浦家やその和田家とも近いんですが、うん、一方でこの秦野忠綱と三浦義村の折り合いが悪かったらしいんですよ、うん、で義村の家来家臣がですね、はい、なんとその首を持って秦野忠綱に預けたっていうんですね、うん、なので実朝の見知る静か、まあ、首塚ですね、見知る静かは、うん、今でも神奈川県の秦野市にある。だから秦野市って言うんですね。秦野って場所だから、はい、秦野市なんですよ、はあ、要するに所領が秦野なんですよ、うん、秦野ってちょっと盆地になってますよね、うん、富士山見えて小田急線で、そうですね、ね、はい、あそこら辺の場所ですね、はい、相模の国ですが、そのところで見知り静かが今もあります、うん、でここまで来たって道元と実朝も関係ないじゃんと、はい、いうところなんですが、なんと秦野忠綱の息子で秦野義重っていう人がいまして、はい、でこの人も御家人、うん、でこの人は結構京都とも深いつながりを持って、うん、早くから実は道元さんを見出して帰依してた。うーん、いけるね君と、俺がパトロンで指示するよと、うん、俺はあんたを信用するっていうことで、その息子の秦野義重との信頼関係が
著しくできまして、で秦野氏自体は中央でも力があって、うん、なおかつ源頼義、鎌倉に最初にやった相当平安中期ぐらいの人、はい、から付き合ってるっていう関係なんで、うん、家柄や人脈もある、うん、っていうことで結局義重が越前に所領を持っていたことから、うん、なんとそれを寄進してそれが曹洞宗の永平寺になったんですね。ですから実朝の首塚が本当の秦野の本領にあって、はい、そしてその越前の所領のところを寄進して道元が息子さんにそういうふうにその作ったっていうところから曹洞宗ってものがいろいろ広まり出すわけです、うん、ですから実朝のね、その人徳というか仏徳というか、うんうん、そういうものなんじゃないかっていうような記録も残っています、うん、つまり実朝の首のご縁があったから結局秦野氏がこういう道元をフィーチャーしたんじゃないかっていうような言い方になっているんで、うんうん、実朝と直接接点はなくても、うん、つながりは深いという話がよく出るんですね、はい、で今でも檀家の筆頭は秦野氏の、うん、要するに末裔がやってます、永平寺の。それぐらいですね、つながりの深い関係を、まあ実朝が直接やったわけじゃないんですが、そういう風になったっていう3人の仏教人がいました、うん、はい、で、あれ運慶はないのって人もいると思うんですが、はい、運慶っていうのはもう非常に天才とされた武士、うん、要するに仏様を彫る人ですよね、うん、運慶快慶って言って、うん、奈良の人ですけども、はい、この人は何回もあの鎌倉殿の13人にはすでに出てますが、はい、もう1185年から頼朝、時政、和田義盛みんなと関係してて、うん、晩年は実朝、政子、義時等の要人の仕事しかしなかったっていうことなんで、うん、この人も実朝とは関係が深いです、うんうん、ですが実朝だけじゃないので、うん、実朝が中心ではないので、うん、今回はちょっと4人目という形で語らせていただきましたが、実朝はいろんな意味で仏教人とのつながりや、まあ、面倒見のいい人でもあったんでしょうから、うん、いろいろなような記録や伝説が残っています。まあ仏教なんか興味ないよって人もいるかもしれませんし、いや文化の方が興味があるんだって人もいると思うんですが、うん、鎌倉殿の13人を見ていただきつつ、実朝の人柄が、あ、いい人だね、ハートがあるねだけではなくて、うん、それがどのような影響を与えているのか、うん、また実朝がそういう人だから頼った仏教人もいたってあたりに、うん、まあ歴史の深みがあるってこともご理解いただければと思います、はい、今回の動画は以上です。大事 M とお送りしました。それでは次の動画でお会いしましょう。それではバハハイ。